こんにちは、山カフェです。今日から始まるね、テックノート、テクノロジーのこととかウェブ界隈のことだったりね、私が気になっていることをゆるーく、短く話していくと、そんなコーナーです。第1回目の今日は YouTube プレミアム。YouTube ってね、無料のイメージがあると思うんですよ。タダで見られるのになんで金払うのかって話だと思うんですけど、いやでもね、金払う価値は私は個人的にあると思ってます。で、 YouTube プレミアムって4つのメリットが僕はあると思っていて、1つ目が動画に広告なし、2つ目がバックグラウンド再生、3つ目がオフライン再生、4つ目が YouTube ミュージックかな。で、最初のね、広告なしとバックグラウンド再生っていうのが特に素晴らしいと思っています。で、最近ね、長めの動画をアップしてる方って結構多くて、特にね、分かりやすく言うと、僕の好きなドリキンさんだったり、それから瀬戸康史さんなんかも最近長めの動画に変えてきてると思うんですけど、そういったものがね、動画が持っている本来のテンポっていうのかな、それをそのまま見ることができる。広告が例えば真ん中に挟まってスキップするとかってことしなくていいので、動画のテンポをそのまま、で見ることができるっていうのがあると思います。それからバックグラウンド再生も便利で、例えば車に乗っている時とかに iPhone でね、画面をロックしていても動画の音声だけは流れ続けるので、例えばラジオ的な動画だったり、それから音楽系の、動画だったりする時もすごくね、便利に使っています。本当ね、動画 その広告なしとだからバックグラウンド再生っていうこの2点のためだけに、お金払ってるんじゃないかなと。僕はもうそれだけでもね、すごい便利です。オフライン再生とね、 YouTube ミュージックはほとんど使ってないです。本当、とにかく広告なしにお金払ってるということですね。で、月額ね、僕の場合は1180円になってます。で、家族プランの場合は、家族最大5人までカバーして1780円かな。で、学生の場合は680円ですね。この金額を高いと見るか安いと見るか、何に対してお金を払うかって話だと思うんですけど、人それぞれだと思います。で、無料期間もあるようなので、ぜひね、まだの方は1回ね、体験してみてもいいかなと思います。私それで体験して離れられなくなっちゃったんですよね。はい。なので、ぜひチェックしてみることをお勧めします。ということで、じゃあ